なたの終わりました。さあ、日立国際大道芸毎年の5月あります。今日は、今日からもう明日までね、このステージは今これから中国座敷だ。いや、中国座敷団大変人気あります。お願いところあります。今日ね、普段ね、座敷団はほとんどは、中室内でホールとか、この間の日立市民会館とかホールの中で、ね、騒動はなかなか難しい。だからお客さんは近いところ。今日は子供をたくさん来てますね。今の子供たちは今座っているところからこっちね、中来ないでください、ね、よろしくお願いします。お父さんお母さん協力してください。座敷団のスピード速いからね。だからもしね、飛び出したらカーンってぶつかったら大変なことになるから、な、皆さん協力してください。そのまま座で問題はありません、ね、皆さんよろしくお願いします。それではここで本番の前に私自己紹介します。私は中国座敷団の団長、常良民と申します。ね、寂しい、バラバラな拍手、まあいいか。日本の大道芸、ね、大道芸フェスティバルね、ちょうど一言は一つのこと紹介します。大道芸になればね、日本の歴史は昭和62年から、昭和62年の横浜の芸からスタート。私は昭和63年から日本の大道芸出てます。昔ね、大道芸なかなかお客さん来ないよ。お客さん集まるのは本当に大変なこと。でも今ね、本当に本番の前にね、もういっぱいの人ね待ってます。本当にありがとうございます。まだまだね、これから5000人くらい来ますから。だから皆さん、後ろのお客さん来たら前の人座ってください、ね、よろしくお願いします。私ね、昔はこれ座敷団一人でね、寂しい。今ね、もう若い人来てます。今日は女性の方、そう、女性はもう本当にね、この女性このできるかな、本当にもう素晴らしいですね、彼女たち素晴らしいの技決めたら大きな拍手。この中でね、よくね、日本のテレビの番組、それ日本のコマーシャル出てます。そういうの人はこの中ですね。あとはゆっくり紹介しますから、ぜひ皆さん楽しみでご覧ください。さあ、それではまず3人の女性は、ウチャオちゃんとダイちゃんとマミンちゃん、3人のコマ回し、ね、ディアボール、ただね、中国のディアボールとアメリカは違うから、ね、回してからアクロバット回転、非常に素晴らしいところ。それでは中国座敷団オープニングのコマ回し、どうぞ皆さん盛大な拍手をどうぞ。中国座敷団のオープニングは3人女性のコマ回し。しかし今日は風あります。眩しい。うまくいけるか。それでは楽しみで。それでは投げます。拍手。素晴らしいのチャレンジ。します。いけるか。あ、拍手。いや、開会します。
します皆さん。これからのチャレンジは楽しみでも難しいですよ。なぜですか？外は風あるから非常に難しい。この楽しみ、難しいの技、今日は日立国際大道芸いけるか。それでは楽しみで。もう一度盛大な拍手。駒を回しでした。